どうもどうも井上真樹でございます。ノーミルク佐藤でございます。今日もいろいろ教えてちょう頂戴、ね、お願いします。ます今日こちら飛んでたマリノスの獲得候補10戦。はい、うわあバチ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 こんなわかるんですか。わかるんですか。まあも予想ですけれども、ちょっと今マリノスがですね、はい、負傷者が多くてプラス何人か移籍が起こるかもしれないという話が。です えーはいりまなのりまずはそこの大前提条件をみんなで確認してからいろいろ話していきましょう。かりましたということで、ミラーカバイちゃってますチャンネル登録、ぜひよろしくお願い,いたします。ということで、まずこちらでございます、はい。まずは現状を確認していきましょう、マリノスなんですが、うんえー、まず右サイドバックの小池選手が 1>,、はいまあ、1回、えー、開幕段階で負傷があって、4月に戻ってきたんだけど、えー 今シーズン戻ってこれて終盤だっていう状態なんですよね。だからもう一人少ない状態でずっとやっていると。はい、で、プラス3月には日本代表の招集もあった角田選手が今、ちょこちょこお結果がずっと続いていると。うん、で、それまでだったらまだだったんですけど、えー、つい先日の天皇杯で小池裕太選手、左サイドバック、はい、全治8か月ということで、<あ>来季の開幕に間に合わないぐらい。はい となってしまいましたと。はい。だって、ディフェンダーが3人いない状態で今マリノスはやってます。はい。これは結構な問題ですね。そうですね。うん。えそしてさらに、マルコス・ジュニオール。うん。UAE。ええ。移籍の可能性。あ、そんな話が出てきちゃってるんですか。そうなんです。あららららら。うん。これがちょっと気になるところですよね。ああ。 まあ前の方の方々の移籍は今のところなさそうですけど、いい一応、丸コースあと西村選手がちょこちょこ離脱が目立つような感じでもなったりするので、はい、まあトップ下のところ、誰か補強しなきゃなみたいな感じになっていたと。あともう一人だけ、ちょっと気になる点が、まあ、俺はあります。これだとセルティック戦、はい、ありましたね。はい、で、まあ、けが人とかなければ、あれ、確かに23人とか登録されたと思うんですよ、両軍。はい、確かね。はい ゴールキーパーが、まあ大体両チーム3人ともだったんですけど、一森、うん、飯倉、白坂だったんですあ、なるほど。ということはってことですかそう、あの、<ぁ>もちろん、あの、直前の試合でベンチ入ってたはずの帯選手だったので、もちろん急な体調不良とか起こり得ると思うから、正直わかんないんだけど、違う可能性があるとすれば移籍。ですね。これはステップアップっていうことですか か僕はあり得るならガンバか京都なんだろうなって。はあはあ、るほど。うん、欲してるチームはたくさんありますもんね。そうですね。はあはあ、まず一応そこだけなんでかって言われたらガンバ、あの谷君、うん、移籍しそうと。そうだ、ベルギーの大阪ね、ありますもんね。であの、一森選手がそもそもガンバから借りてるってのがあるので、はい、ただマリノスとしても今、一森選手を返すわけにいかないから、じゃあ代わりで帯く君を。 てのはまあリアルかな,あなるほど、うん、そしてあと、は<ぁ>京都、こっちほらザイオン君狙ってたって話があるじゃないですか、でもただ、ちょっと信じられない強豪が生まれてしまったと、はい、マンチェスター・ユナイテッドっていう。というです、ねうん、ってことは、どの道キーパー一人探してるぞってことはもう明確になってますから、マリノスイガで栃木でほら結果残した経験もあるでしょうはいはい、はい 他のチーム行っても結果出した経験があるっていうところから、帯く君狙ってるって可能性ゼロじゃないんじゃないかなと一森さんはもう完全で入ってるんですか一応ね、レンタルで来てるんだけど、はい、なんだけど、はいあの、例えばガンバ側が返してくれよって言ったとしても、飲まないでしょ <laughs> そう、いうもんなんなですか <laughs> そう両チームのご縁がなきゃだめなので。 そういうもんなんですね、なるほど、だから返さないこともできるっていうことも一応、契約上1年間とかの契約ですから、なんで、それだったら半年間だけ帯びくうってケースはあるのかなと思いましたけどっていうところから、キーパーのこと長めに話したけど、主にディフェンダーのところで補強しなきゃいけないよねというところから、10人ほど持ってまいりましたので、候補ちょっと見ていきましょう。 まずは一人目、こちら、はい、ダルビレクス新潟、渡辺大樹選手。彼、どんな選手なのかちょっと戻りながらやろうと思いますけど、はいはい、渡辺選手、実は前橋育英時代の角田選手とも同僚だったりするんですが、基本、左サイドバックでありながら、うん、あの今年の後半というか、あの中,あ中盤からか、うん、センターバックで出始めて、うん、いわゆるビルドアップで大貢献してる感じなんですよ。なるほど もともとがサイドバックで、それこそあの足元がうまい選手なので、それをセンターバックでやってみた結果、ちょっと違った形で成長しだしたって形かなと。なるほど、ということは、持ってこい、うん、ということなわけですね。そうですね。要はこれ、単純に、<ー>まあ、いくつもできると思うけど、これ、俺右と左っていう分断で考えるなら、サマーさん。はい左だって、長ガとエドワルドの2人しかいないんですよ。はい。もう1人、怪我したら終わりだもん。確かにそうですよね。 っていうことは左アしだけ絶対ダメじゃんって話になるので、はい,はい,はい,はい、はい、あーじゃあ持ってこい、両方ともできる人ということでま、ねまあ、欲しい人材であるこのタイプはっていうのは間違いないっていうことですね。そうですねはい,はい、はい、もしくはこんな人もいるかなと。はいえー、北海道コンサートの札幌の中村東也選手、うほうえー、彼もま,たまだ若い2000年生まれの選手になるんですが。はい 彼のポジションはと言われたら、正確に言うとひ、まあ、左のストッパー、この左のセンターバック。札幌だと、あの、スリーバックの左やることが多かったりするんですけど、はい、あの、この間、あの、森保監督がね、はい、あの、札幌対新潟の試合、厚別まで見に行かれたときに、うん、え中村はどうだという形でのコメントがあったとの噂をされてる選手、うん、いう。そその方ですね。そうなんです。だからもう、それこそ時期というか、なんなら早いうちに今年中にとか。 代表入りもある選手だと思いますので、なるほどストッパー、そして足元もある選手ですから、うん、やっぱりそこら辺では、特に長門君上がった後のね、後ろのケアを彼になんてこともありなんじゃないかなと思います。そして続いて、はい、僕は彼、結構リアルかなと思うのが、はい、三つ丸選手。はレ、うん、の左サイドバックで でもう30歳かな、うん、なので長門選手で土地上にはなっちゃうんですけどただね、ね長門選手と同じようにこのインナーラップですね、うん、中に入ってっての攻撃的なアクションも結構できる選手になっているのでマリノスのサイドバックって外側やれる人はまあ言っちゃいいんだけど。ええ 内側入れる人じゃないと、うまくやれてるイメージないじゃないですか。だからなかなかマリノスをのチームからなかなか持ってこれないっていうのもあるのかなと思いますからタ。タイプ的にはじゃあ、ぴったりそうですこなしてくれる穴埋めてくれるんじゃないかと。あとなんか比較的、なんかレイソルから来る人多くない、うん、っていうのもあって。あそううそですか、うん、今で言ってもほらこの間の冬上島選手が来たりとかもそうですし。 他のこのメンバーで言っても、ほら、小池龍太選手をもっとね、柏だったり、道をしますしとか、結構なんかそういうケースは多いかなっていうところにちょっと持ってきてみました。なるほど。はい。はい,はいはいはい。そして続いて4人目でございます。ね、はい。はい。4人目はやっぱり左2つで考えても、こうやっぱこの人でしょう。はい。サガンドス、中野氏あなるほど。はい。おお<ー>。やっぱり中野選手はすかいやーまあちょっと心配だっていうところも含めてですけどね、ねちょっとね。出てなかったりすることも。そうなんですよ。ね、はいはい。 なんかこれよくあのプロ野球の方だったの里崎さんがご自身のチャンネルでやられたりするんですけどやっぱほらなかなかこう状況も分かんないで出場がないよって選手とかに関しては結構実はあの変えた方がいいと。 うん、環境をあえてあなるほどなるほどそうすると対戦する選手がいるんだなんてコメントされていてスポーツで言うんだったら別にそこそういう点においては野球もサッカーもバスケもチームスポーツなら変わらないんじゃないかな、うん、まあ、でもそうかもしれませんねこれはねそうですよね会社もそうだと思いますし、えー、なるほどってなったら、えー、中野選手は左サイドバック左センターバック、うん、右のサイドバックとできますから、うんうん まあ合ってるよねっていうところはあるのかなと思っております。お若いしそうですよ合いそうな気はしますよねはいというとこで中野選手を入れてみましたあと5人目ですね5人目こちら荒木亮太郎急に前の選手はい荒木選手だからここですねマルコス枠ああそうこういうことですねそうなんですああなるほど あのもう一個ね、ちょっと気になることがね、まずあるんですよ。サイドバックに関してなんですが、はい、あのこの山根陸選手、え<っ>そして木村拓斗選手というボランチ2人が、はあ、サイドバック、何かあった時に試合中に兼任するんですよ。はい、この間、川崎戦では木田選手なんかもやりましたけど、中盤とか前からボランチに降りてくるみたいなことがあるので。はい だったら真ん中とボランチできる人がいれば、それで、それでいいんじゃねえかというところがあるわけですよね。ってなったら、荒木くんありなんじゃないのってことで、ちょっと僕は入れてみたとすタイプ的にはここが欲しいし、これだったらリ想取れる、取れないはちょっとあれでしょ置いといてってことです置いいて、こういうタイプがあってんじゃねえかなっていうふうにはちょっと思いますね、と。なるほど。はいはいはい。というところでございました。で、ここまでが J1 からなんですが、J2 からっていうパターンもあるかなと。いっぱいある、今日は。 ありがとうございますでここから J2 組から一気に三人お伝えしますがちょっとね役割がかぶってる三人なので見ていただきましはいわかりました六人目ドン栃木の黒崎駿選手ウィッグバックそうですそして七人目がこちらドン甲府の菅井秀博選手そして八人目がドン長崎の加藤聖選手はぁ えの3名でございます。なるほど。あの、この3人って結局何の話をしたいかというとうど、もうタイプ。でもありますし、うんうん、あの、実は、なかなかその3人で、例えば黒崎選手だったら、まあ、主に右。うん、加藤選手だったら、主に。加藤選手、菅井選手は、主に左。はい、で、やってらっしゃるんですが、一応は、両方できます。うん、ああ、そういうことか。はい。なるほど。なんで、今のメンバー考えると、特に小池竜太選手なんかがさ、 まさ、もともと去年は右も左もやったりしたじゃないですか、うん。そうですね、そうですね。そのタイプがやっぱり一人抜けてるってのも大きいんじゃないかっていうのがありますから、一 <laughs>、はい、人両サイドできる人いたら、でかいでしょうと。おなるほどうん。っていうところでいかがかな、というお話でございます。簡カン,カンですけどね、今 J2 のファンの皆さんね。ええ、もう J1、J2 今もも皆さんも敵に回せる可能性が多いであるの。<laughs> 想像のあれですからね。あくまでね。こういうタイプがハマるのよねっていう話をしてる。いうことですからね。ぜひぜひ。怒りを沈めたまえ、皆様。いやー、あいはい。そして9人目です。はい。このチームから一番怒られそうな気がする。はい、はい。平川で。うわー、中心としてね、今ね。そうですね。やられてますから、ワーストで。はい。 平川玲選手が移籍するとは、佐藤は到底思ってないっていうのを前提にしていますけど、僕に関しては。ちゃんと言っといたほうがいいですね、タイえ、ルとしてはまるというね、形の話をしてるそうですね、あと彼自身も多分移籍しそうな感じしないじゃないですか、去年のプレーオフのリベンジがあるからね。そうだったね、バーにったとことかね。ただですね、やっぱり彼は平川選手っていうのは、SC 東京の U18 でもそうだし、 世代別の代表でもそうだった。うん、何だったら今の熊本でもそう。うん、やっぱり自分がある程度こう、卓頭を震えるようなチームじゃなければ、うんはい、なかなかこう、フィットが難しい選手だなっていうのは逆に言うとありました。はいはいはい。が、うん、やっぱマリノスっていうチームは全員がまあマリノスたらしめてるような構成要素は強いものの、うん、やっぱこう、攻撃のキーというか、うんはい なんかそのアクションの絶対こう起点になるよってのは、大体このトップ下絡むことが多いじゃないですか。そうん、そうですね。だから平川選手的にはまあフィットするところはあるんじゃないかなと思ってはいますと。あとやっぱり盟友久保健さんも所属したクラブではありますからね。<laughs> 通っていったクラブだな。そう,そうそうそう。はいはい。っていう点では、やっぱそこでもう今度は俺が輝いてみたいなこともどうかななんてこともちょっと思いますけど、うん、はい、はい、うん。あとね、気になる点ちょっとここでもう一点だけ言っていかれます。はい、はい、ですか お,お,お前、それでいいのか、大丈夫かってちょっと気になった部分がありまして、これでセルティック戦です。はい、あの試合終わった後、はい、あの旗手君とずいぶん長いこと、藤田ジョエル千葉さんがおしゃべりになられてました。は、うん、はい、はいで、えー、試合終わった後に、やっぱり記者の皆さんとしても、あらなんでそんなしゃべってたんですかってこう聞くじゃないですか。<笑><笑>そうで、すやっぱ彼はもう,こう,もう担当も、もう,もうすぐにパッと答えました。うん 自分、海外志向なんだよ。いや、うん、ー、もう迷わずね。迷わず。ええー、もう記者さんとしても欲しい答えですよ、それはね。そうですね。はい,はいはいはい。だから、うん、まあ、マリノスは多分スタッフの皆さんも、おそ、うん、らくファン、サポーターの皆さんも、うん、全員がもう分かってると思いますけど、うん、そんな発言する選手が、えー、3年4年このチームに残ってるとはちょっと思えないじゃないですか。うん、この夏に出ちゃうってことですか 夏はないかもしれないけど、そこはねねやっぱ最短夏、でもあり得るのは次の冬。だから、補強は前を考えなきゃいけないよね。そうですね。なので、ボランチが必要って見方もあるんじゃないかなと思っております。はあ、なるほど。で、最後はちょっと特殊というか、まあそりゃそうだな話で終わっちゃうんですけど、 10人目はこの選手ですと、はいえー、吉田真奈人君。はいはい、吉田真人さえー、角谷体育大の選手で、もうマリノス内定済みで、もうプロでも出てる選手になります。はいはいはい。はい。要は、なんで彼を持ってきたのかというと、うん、吉田真奈人選手は基本的に右サイドバックの選手です。うん、が、要は、今大学行ってるわけですよ、当選だから。うんうん だけど、もう、ザイドバック、この状況なので、どうにかして、もこっち来てくれよ <laughs> 早く呼んでよってことね、そうですね、話し合いさえうまくいけば、多分大丈夫なんじゃないかなと思いますけど、ーリーグ戦もあるってことですか、大学そうですね、あとは、うんあの、変なこと言いますけど、あのああ単位が残ってる可能性があるので、いわゆる絶対出席しなきゃいけない授業があるとか、それはプロ論に出たら1単位にしていただきたいですね、体育大ですからね、J リーグだったら10単位ぐらいもらえるんじゃないですか、1試合で。 ここれはいいい加減なことを言いましたすみませあっていうケースは考えられるんで分かんないですけどまあでもだからそこに交渉するっていうのは結構重要なことだと思うので、うんまあ、欲しいぐらいの台所事情だよっていうことをね先生ははい思っていただければと思いますという獲得候補10選でございますこういうタイプが理想だよっていうのはもう勉強になりましたありがとうございますありがとうございますじゃあリアルはどうなるでしょうかということも含めて見てまいりましょうということですね はい。はい。ということでございました。もうだってこれからまた世界の競合とやるんでしょこれ収録日からしたら。そうだね。どとやるんだっけねもうどことやるのかもわかんないね。もうね。シティとやるからね。シティとやりますから。このシティ戦で僕はね、鎌田大地が出てくると僕は思ってます。うわお披露目すごい。でもね、まさに。もう2万円、3万円の席しか残ってないって言よね。まさに、あのね、まだ鎌田くいますよ。日本にですかうん。あら ちょっとこれおかしいよ、ちょっと本当に。これはのみちゃん説、先生。これはサブチャンでこの続きは喋りましょう、これね。よろしくお願いします。わかりました。ありがとうございます。ということで、えー、サブチャンネルは概要欄から飛んでいただいてみようか。トラの穴チャンネルでやっております、えー。こちら本チャンネルは朝晩出しております。そうです。先生は狂っているんです。ということで、全力でついていきたいと思います。今日はお願いします。じゃあねー。